皆さんこんにちは、レノファ二郎の部屋へようこそ。さあ、レノファは、アウェーで、マチザ・ゼルビアさんと戦いました。ね、アウェーの2勝目がそろそろ欲しいところですが、さあどうだったのでしょうか。そしてね、関東のサポーターの皆さんにどうしてもね、勝ちを届けて欲しいところです。さあどうだったのでしょうか、ご覧ください。もうちょっとやな。終わりました。0対0です。ここまでシュート8本ということなんですが、ちょっとまだそこまでのインパクトは感じないところでしょうかね。後半もう一押しが欲しいところです。いや、よう頑張った。オッケー、よっしゃ、オッケー、沼ちゃん、おいしゃー、やったー、よーし、よっしゃ。試合は1対0で見事レノファ山口勝ちました。よっしゃー、オッケー、やりましたね皆さん。収録してるんですがね、もう本当にね、気分がいいですね。こういやー、もうね、最高の週末でございます。やりました。この試合の MJP ですが、ちょっと今回は迷ったんですが、井健太郎選手です。おめでとうございます。いやーね、ちょっと終盤危ない場面も結構あったんですが、さすがの関選手の落ち着きでこう見事しのいでくれました。関選手ありがとうございます。ですよね、今季7点目のゴールももちろん素晴らしかったですし、梅木選手のアシストも見事でした。そして梅木選手の活躍を願ってちゃんと歌わせていただきます。梅木翼、奪いゴール、大きな翼で夢羽ばたけ。そしてなんとなんとなんと、小山社長にこの前リツイートいただきまして、チャンネル登録者が結構増えました。小山社長ありがとうございます。いや、なんか毎回見てくださっているようでして、とても恥ずかしいんですがね、社長、二郎、これからも頑張りますよ。レノファ愛ではね、私は負けませんからね、頑張ります。今年のゴール数が、沼田選手のゴールで38となりまして、去年の37を早くも抜きました。もう去年からね、進歩です。マッチョの方で、レノファのキャンプができないかというふうにね、ツイッターの方でつぶやかしていただきました。まあね、その人工芝のグラウンドがないということで、実際にはちょっと難しいようなんですが、周防大島ね、非常に山口の中では温暖な気候ですし、ね、本当にね、住んでる皆さんが本当に温かい。医者のが大島の図書館によったら、お年寄りの方が挨拶してくださったんですよね。まあ、こういう雰囲気がまだね、島には残ってるんだなってね、非常に感動しました。周防大島はね、鹿島アントラーズの岩政監督の出身地でもありますし、ね、もしキャンプが実現できたらな、すごい盛り上がるんだろうなというふうにね、ファジオは夢を持って、今は次節はホームで、金沢さんを迎えます。あ、そうか、もう水曜日ですね。そしてね、ジローも行きますんでね、さあね、勝ちましょう。勝って早く残留を決めたいところです。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。